昼間ある女優に見せてもらった。彩子、お前のフェイスブックだ。君がフェイスブックなんて面倒くさいことやる女だとは思わなかったかね。なんて書いてあったと思う？知ってるわよ、自分で書いたんだから。読め。その女優って誰？それは今関係ない。あなたのお好きな垂れ目系の女優だから関係ないし、垂れ目？いや、垂れ目ではなかった。そういえば2年前に噂になった巨乳の女優、あれ釣り目だったわよね。え、その人？違うし、あれはネットの住民のでっち上げだ。どうせ私は貧乳よ。君が貧乳か貧乳でないかという議論はもう10万回して、それはもうあれだよ、主観によるっていう結論が出たはずだ。これ多分奥さんですよね。いいねボタン108回もされてます。今離婚したら財産分与で資産の半分持ってかれますよ。半分？資産1000万を使い果たし、いいねの数だけ女を抱く。禁断の復讐劇が始まる。これが女の運。108。おお、もう書くん。